こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。宮津ガーデンの宮です。9月に入ってだいぶ暑さが和らいできました。まあでも8月は連日35度とかそういった気温が続いていたので、ベランダの植物たちはもう暑さでぐったり全体的にしてますね。暑さに強い植物なんかはこうやってきれいに咲いていたりもします。これはペチュニアですね。PW さんの、シルバーベリー、スーパーチュニアビスタシルバーベリーっていう品種です。もうこれは本当によく咲きますね。樹形はちょっと乱れちゃってるんですけど、とてもよく咲きます。はい、こちらは日日草です。今切り戻しをして、ちょっと花数が少なくなってるんですけど、日日草も暑さに強くてとてもよく咲きます。はい、そしてこちらはペチュニアですけど、ペチュニアが3株植わっていた鉢ですが、こちらはですね、こんな感じでもう根元が、枯れた葉っぱになってきてしまって、緑の部分が少なくなっちゃってますね。こちらは結構暑さでダメージを受けてしまったみたいですね。先っぽの方は緑の葉っぱがついてるんですけどね。はい、そしてこちらがヒューケラです。これはチェリーコンポートっていう品種ですね。もう暑さでチリチリになってしまいました。で、こちらがライムラッフルズっていうものですが、これ暑さに弱いかなと思ってたんですけど、意外に元気ですね。ちょっと鉢の陰に置いて、あんまりこう直射日光そんなに当たらないようにはこの2つともしてたんですけども、こちらの方はわりかし元気です。はい、でこちらのヒューケラが一番元気ですね。あんまり葉っぱもチリチリにならずに元気に育ってますね。これはメープルファッジっていう品種だと思います。葉っぱの色も綺麗ですね。はい、こちらが一番元気なヒューケラです。そしてこれがクリスマスローズです。クリスマスローズは葉っぱがこんな感じに茶色くなっちゃったんですけれども、これは直射日光による葉焼けなのかなと思います。まあ全体的に葉っぱの色がこう白くなっちゃったりもしてて、あんまり元気ないというかね、ちょっと傷んじゃってますね。これは秋冬にかけて復活してくれることを祈ります。はい、そして意外に元気だったのが、これがオステオスペルマムです。これはもっと暑さに弱いのかなと思ってたんですけど、意外に元気ですね。根元の方ちょっと葉っぱが枯れてる部分もあるんですけど、でも、すごく青々として元気が良さそうです。で、このまま秋冬まで元気に過ごしてくれるといいなと思ってます。そして、こちらがアルテルナンテラですね。これはハンギングバスケットに植わっていた苗を、まあ、適当にスリット鉢に仮植えみたいな感じに 植えてたんですけど、結構ボリュームが出てですね、見応えのある感じになりました。で、葉っぱの色もこう季節が変わるごとにどんどん変化していって、今は紅葉し始めてるような感じです。で、葉っぱの色がグリーンだったのがだんだん紫に変化していっている感じなんですね。で、茎の色も赤紫になっていて、これ全部紅葉したら本当に綺麗になるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでですね、ちょっとこの映像を見るとかなり鉢がひしめき合っていて 窮屈な感じに見えるんですけれども、まあみんな暑さに耐え忍んでベランダで生きているっていう感じです。まあ、ちょっと蜂の数減らそうかなと思いました。はい、そしてベランダの反対側にはこちらは家庭菜園の
コーナーを作っています。でこの前植えたこれが枝豆の葉っぱですね。で今こんな感じで花が咲いてきました。花が紫の小さい花で、これが結構可愛いんですよね。まあ、枝豆まだひょろひょろしてますけども、一応順調に育ってるんじゃないかなと思います。で今日はその後ろ側にあるこれが生姜ですね。春に生姜をプランターに適当に植えてたんですけれども、これが結構伸びてきて前にしなだれ落ちるようになってきてしまったので、ちょっとこれを今日収穫をしてみようかなと思います。すごいですよねこの葉っぱ。ということでプランターを出してきました。はい、このプランターには今2つ、生姜が植わってますね。2つの種類ですね。2種類の生姜が植わっています。はい、こんな感じで全貌はこのようになってますけど、だいぶ背丈が伸びました。左側半分には葉生姜を植えてまして、はい、プランターに、こんな感じで書いています。左側が葉生姜ですね。で葉生姜の収穫時期はだいたい7月後半から9月上旬っていうふうになっています。で右側の方が、こちらが近江生姜が終わってます。はい、近江生姜ですね。でこちらの方は1ヶ月ぐらい収穫時期が遅くて、だいたい10月ぐらいの収穫なのかなと思います。では葉生姜の方をちょっと掘ってみたいと思います。まあ、全部じゃなくって少し試し掘りっていう感じで、いくつか掘り上げてみようと思います。この生姜は春に、芽出しをして、ちょっと芽が出てきたのをですね、さらに土をこう増やして、そのままずっと今まで植えていたものです。でその間水をあげてただけなので、特にそんなにメンテナンスみたいなものはしてませんでした。まあ、植えてほったらかしにしておくだけなので、栽培としてはとても簡単でしたね。ただうまくできているかどうかはちょっとわかりません。はい、掘り上げました。はい、根っこがですねかなり張ってますね。すごい根っこです。元気に育ってたんじゃないかなと思いますね、これだけ見ると。ただどこが新しくできた実なのかなっていうのはちょっとこれだけだとわからないんですけど、真ん中のところが種生姜になっていて、両脇に新しい新生姜が出てるっていう感じでしたね。ちょっともう一個掘り上げてみようと思います。結構根っこが張ってるので、下の方からグッと持ち上げないと抜けないような感じになってました。あ、すごい根っこでしたね。はい、こちらの方が結構
新生姜の方が育ってましたね。すごい根っこです。ピンクの部分が新しくできた生姜になってますね。で、古い種生姜もそのままくっついてきてます。こちらは結構実がなったかなってわかるレベルですね。はい、今持ってるのはもうちっちゃくて、どこが実なのかちょっとわからない、そういう感じになってます。はい、こちらが今日の収穫物です。こんな感じで、生姜が収穫できました。根っこが結構ついてたんですけれども、土を落として並べたらこのようになりましたね。葉っぱがですね、結構ついてましたし、茎もこんな感じで背が高くなってたので、あ、これは実の方もかなりできてるんじゃないかなって期待してたんですけどね思ってたよりも実の方はちっちゃかったかなと思います。はい、今日収穫した中で一番実がついてたのがこちらですが、右側のちょっとこうカサカサっとした色も悪い部分が種生姜の部分で、左側の、色が明るくてピンクの方が新しくできた生姜の部分です。この部分ですね、これは新しくできた生姜の部分がよくわかるんじゃないかなと思います。はい、でお隣ですが、こちらが、種生姜の部分、色があんまり良くない部分で、両脇に新しくできた生姜の部分があるんですけど、あんまりこう実の部分が少ないですね。こちらはこれからできるところだったんですかね。実つきが悪いのかどうなのか、ちょっと初めて育てるのでわかんないんですけど、こんな感じでできました。で、一番ちっちゃい収穫物です。でこちらもですね、まあ、種生姜の部分がすごくちっちゃいので、新しくできた生姜の部分もちっちゃいのかなと思いますけど、本当に小さいですねまあプランターだからしょうがないのかなとも思いますけれども、はい、でも、まあ、収穫できてよかったです。一番手前の生姜はですね、この収穫した日にお刺身につけて食べたんですけど、本当に香りがよくって、もう本当に素晴らしい生姜っていう味でした。まあ自分で収穫したのでもう自画自賛っていう感じじゃなっちゃうんですけど、育ててみてよかったなって思いました。はい、ということで、まああんまりこううまくいっているかどうなのかよくわからない家庭菜園ブースですけれども、成長を見守っていきたいと思っています。今日の動画はここまでになります。今日の動画が、お役に立ちましたら高評価ボタン、コメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 Thank you.